まこなくです。さて、2023年6月18日、撤去兵、ダイダルモス、新たにハニガルムに追加されたということで、早速やっていきたいと思います。今回に関してはこれ2回目になってます。ちょっと1回目、録画ミスもあって、だから1回目も勝てたので、問題なく勝てるんじゃないかなと。結構厄介な攻撃が多い。なので、ちゃんと避けないと辛い状況になりそう。さて、だが今回味方強そう。まだ開始して30分ぐらいなので、まだ多くの人はやり慣れてない可能性もあるけど、こういう早い時間にやってる人は結構ね、がっつり遊んでる人が多かったりするんで、問題なくクリアはできるかもしれない。こちらが侵食された。このパンチが結構強くて、なおかつ移動間に合わなかったりするんでね、ここら辺で辛い状況になったりする。んで、敵の攻撃待って、何かしら範囲でこの今やってきてるダイダルパンチ、これが自分の場合は間に合わない。でもなんか耐えている。さっき1回目はもうあっとなんか食らって倒れてるけど、これ何に今食らった？あ、とりあえずあそこ今もしかしたらさっきのパンチが後で効いてきた可能性あるけど、でこれも結構範囲広いので後ろの方まで移動しないと倒される。でも今回早いね。さっきも5分以上かかってたけど、5分6分、もうみんな慣れてきたのか。でちょっと起こしてくれないと寂しいものがあるけど、ちょっと周りがもう全員ね倒れてるような状況なんで、ありがたい。なんでこんな、あ、大丈夫か、食らわないか。あ、なんかカメラモードになってる。なんでこんなカメラモードになってるの？これどうやって消すの？なんでカメラモードになるのこの。あ、これで今攻撃、こういう敵攻撃やってくる。ダイダルクラッシュはこれなんでね、これ手前側だけなんだけど、全部全体に対する攻撃やってくるんで、結構ね、ちょっと崩れたね本能。これどこに対してやってくるか分かんないけど、まあ誰かしらに対してやってるような感じ。鳴らしは周囲、これは大丈夫。さて、まあそれでも持ち直したかのような領域。こちら側じゃダイダルパンチこれ避けないといけないんだけど、結構この普通に移動してても間に合わないパターンがあるんでね。さて敵が何やってくるか確認してから、うん、これはちょっと今行動ができそうにない。これもまた逃げる。なんかいや自分も今当たったね。ロザリオによってなんとかなってるけど、まあだが間もなく倒しそう。ちょっともうみんな慣れたかなっていう感じのね動きになってるんで、初見とはまた違うけど、ちょっと今回6時ちょうどにはできなかったので、20分ぐらいからスタートして1回クリアして、今回2回目問題なくこのように勝ててます。まあ今まで見たような攻撃も多かったので、そこまで辛くはならないと思いますが、まあ、こういう敵も登場したということで、また興味ある方は遊んでみてください。他にもドラクエ10動画上げてますので、そちらも合わせてご覧いただけたら幸いです。ではでは。